僕のヒーローアカデミアのうち圧倒的に強いヒーローがオールマイトだと知りました。はい、めっちゃかっこいいですよね。改めて質問で、ヒロアカの面白さは特にどの辺ですか？どの辺なんだろう。やっぱりその主人公の成長と、それを新たな敵に遭遇した時にどう戦っていくかっていう、その、なんつったらいいんですかね、爽快さが俺は魅力だと思うんですけど、あとやっぱりキャラクター個人のバックグラウンドの人間ドラマみたいな感じ。だからもう本当にそこは俺、鬼滅と同じ魅力があると思ってるよね。同じような仕組みになってるから、うん、まあ、柱っていう人たちが、まあ、オールマイトとかそういう、ヒーローって呼ばれるね、トップヒーローね、ランキング1位とかそういう人たちだと思うんだけど、うん、そこに修行に行く若者たちがいて、で、特殊な力を手に入れていく、扱えるようになっていく、そして、ヴィラン、ね、名前変わったけど、ヴィランから、ヴィランと呼ばれる、こう、悪の軍団と戦っていく、殲滅していくみたいな。だけど、お互い、ヴィランにも正義があって、ヒーローにも正義があって、うん、なんかそれぞれにキャラクターにバックグラウンドがあって、キャラクター一人一人にストーリーが作れるみたいな、すごい、そういう魅力じゃない？